やるじゃねえか。なんで鎖が残ってんだ。やっぱこの腹の鎖は消えねえか。俺のチャクラは面のやつが下道魔像を返して握っている。お前それ本当に当たり前だ。こいつこれも本気か。助け方までは教えてねえよ。なんでそんな素直じゃねえんだよ。みんな美術ってのは。その前にお前に渡してえもんがある。手出せ。なんかくれんのか。いいもんだ。一匹止めるだけでくたばりそうだな。お、なんだ。やばいぞ。どう見てもそのくせヘロヘロじゃね。力を貸してほしけりゃそうしてやらんこともないぞ、ナルト。力貸してくれんのは嬉しいけどよ、向こうのマダラの時はサンキューな。礼なんかするな、気持ち悪い。暇つぶしだ。てお礼したのになんで怒ってんだってばよ。お前とわしのチャクラをくっつけ、今回はやらなくていいんだよ。また綱引きやってもいいんだぞ。行くぜ、Bのおっちゃん。美獣化できねえお前が前に立つな。メインもサポートもねえよ。お互いすでにツーマンセル同士だろ。お前、まさかキュービと。おめえは、この赤くれの俺とコンビのクラマだ。さあ、行こうぜ。ケイ、ナルト、お前まさか。左目のカムイで飛ばす。これだけの数、俺が8問を。わかってる、手前は。先生。山が、これが美獣の力か。行くぜ、クラマ。ついにやったのか、美獣か。なんだこれは。キュービのチャクラの中で。まず全員の杭の位置を確かめんぜ。これの持続時間は5分と見とけ。十分、人数が多い分。そう何度も食らうわけねえだろ。食らえ。よっしゃ、全部の位置を見つけた。こうすつもりでちょうどいいという。美獣だ。少し下に当て、上へ跳ね上げたか。やっぱキュービッツね。行くぜ、クラマ。待ってたぜ。わしと完璧にリンクした分、見ろ、ここには人中力もいる。あ、よくわかんないけど。ここはあの麺野郎も入ってこられねえ。よく来てくれたな、会いたかったよ、渦巻きナルト。おい、お前の女の子とのキスの味は知らねえだろ。いや、えずきすぎだし。いや、てか話してんのは俺の方だろ。じゃあここに孫もいたのか。そうだ。ちゃんと教えてやれ。お前らは覚えているか、陸道のジジイが最後に言ってたことよ。そん時は小僧をよろしくな。もう魔像に引っ張られてる。わしらにも違う道があったと思う。まあ、てめえが俺の人中力になったあの時。お前の人中力になって40年。だが忘れていたわけではない。そんでいいか。俺たちは四尾の訴えで集い。そっか、あいつそんなこと。そうなったのはここより四尾と老子がいなくなって後のこと。ナルト君、前に来て手を。私の名はマタタビ。兄ユギト。僕の名はイソブ。俺は元四代目水影、
ヤグラだ。私は国王ハンド。俺よ、サイケンってんだ。ラッキーセブン長命だ。フッス。離れていてもお前たちはいつも一緒。それぞれの名を持ち、今までとは違う形で正しく導かれ、本当の力とは何。その時まで。長すぎなんだよジジイ。つらー、お前らもそう思うだろう。ナルトはジジイの。ああ、だな。よくやったぞナルト。それで今まで通り。ならば五影が抑えていてくれる。それでも前線のナルトたちは押され逃げる。大丈夫か。戦場で戦っている方々に比べれば、ここにはここにしかない緊張感もある。大事な時です。大丈夫です。そうか、すまないな。みんな聞いてくれ。戦争も最終局面へ向かいつつある。だがもう少しだ。踏ん張ってほしい。感知部隊にはこの程度で根を上げる者などいない。ね、井の一隊長、疲れたら俺がフォローしてやるから。すまんな、そういうのは苦手だ。本部と各部隊、そして前線で戦うナルトたち。ん？これは。あれは前線の方だな。さっきのマダラの話。でかい手柄が。おお、今度こそ手柄を。キュービまで完全にコントロール可能。それで今まで通り。今まで通りじゃね。難しい名前。難しい名前だと。お前は知らねえんだね。教えてやんねえよ。ナルトがこれほど成長したのを目の当たりにすると。俺が言うのもなんだけど、俺たちはここへ来てまだ。それ以上言うな、余計虚しくなる。あの顔、汗、いや雨だ。ナルトはただのサスケへの当て馬。この違和感は力から来るものではない。いや、そんなことはどうでもいい。この戦争より後、全てが無意味になる。信じられませんよ。あれがキュービの力ですよ。その後の状況はありえないチャクラだ。いや、むしろ押してる。イノイシ、ありったけの力でこのナルト側の状況を15秒でいい。ここで一気に士気を上げたい。あいつらの思いを伝えるんだ。下手すると無茶を言う。